はい、皆さん、こんにちは。au の社員です。ということで、今回なんですけど、あのですね、なんと私、とてつもない買い物をしてしまいました。皆様、携帯は何を使っているでしょうか？私はね、iPhone の7をこよなく愛して、早2年が経ったんですよ。こちらの iPhone 7を使って2年が経ってね、ケースも買った当時の iFace を使い続けていたため、この、後ろの吸盤がね、この、後ろのなんかこの変な形がここに映ってね、なんかもう、蜂の巣みたいになってしまった私のこの、こちらの iPhone なんですが、はい、今ちょうど充電がね、ちょうど充電が切れるというね、もうなんか、本当にお亡くなりになられたかのよう、なんか、謎の復帰をしたんですけど、まあ、これを僕今までずっと使ったんですけど、今回なんと、機種変更いたしました。いや、マジでやばい。で、今回何を買ったかというと、じゃじゃん！なんとね、こちら、iPhone 12 Pro！ マジでね、こんな、でかい買い物久々にしたっていうのと、最新式の iPhone を買ったんで、いや、マジで、みたいな感じだったんですけど、まあ今回こちら買いました。ってことで、早速開けていきたいと思います。まあ店でちょっと触ったっちゃ触ったんですけど、ちゃんと開けるのは、はい、初ですね。そして開封します。落っこちんなよ。やばいよ、これ。はい、ということで、来ました、これが。iPhone! やばっ！めちゃくちゃなんだけど、今まで使ってた iPhone ってさ、比べ物になんねえ、マジで。これ、7っていう、これもめちゃくちゃ昔から、まあ、使ってたやつなんですけど、あ、やばいやばい、めっちゃいろんなメール来ちゃったわ。超個人情報だ、超絶個人情報。これなんか Face ID で溶けちゃいましたね、今。まあ、こんな感じですね。違いがこんな感じです。もう全然違う。もう、やばー、ガチで。そう、ホームボタンがないんだよね。ちょ、これ慣れると少し時間かかるかもしれないんですけど、まあ、こちら、iPhone 12ということで、ガチでえぐい。とりあえずじゃあ、ちょっと付属品の方をね、とりあえず。これどうしましょう？普通に置いとく？こうやって。いや、なんか、やだな。もう画面シール、そう、画面シールが今ないんですよ。まあ、もうちょっとで多分届くんですけど。だからちょっと画面シールをつけないと。これなんだこれ？あ、SIM のやつかな、これ。ステッカーだね。Apple のステッカーが入ってます。ステッカーと、あと充電器がね、なんかタイプ C っていうのかな？なんかその、なんか違うやつ、今までの USB のあれとはちょっと違うやつらしいんですよ。だからまあ、今までの USB の iPhone の充電器でもできるけど、これの方が早いよって感じで、なんかこれがついてきました。まあでもなんか、これちょっと俺あんま使うのちょっともったいない気がするんで、まあこれは使わないでいいでしょうと。変換のアダプターもまた別で買わないといけないらしいんで。そしてまあこれがリーの、イヤホンとかって入ってんのかな？はい、まあとりあえず、こんな感じです。でね、ケースも買ったんですよ、なんと。ちょ、これ iPhone もなんかもうこの野ざらしにしとくのマジでやばい。もうなんか、マジで本当に、できれば触りたくないんで。ちょ、もうこれケース。ケースはこちら。ババン。このスヌーピーのなんか可愛いやつにしました。なんかこれサングラスかけてるスヌーピーがいるんでね。いいでしょうということで、これめっちゃ適当なんですけど、今回こちらを買ってきました。まあ、なんかいいのがあったらね、これからまた買い替えようかと思ったんですけど、まあ、とりあえずケースには入れないとって思ったんで、もうこれをね、買ってきました。えぐいね。お金がどっかに消えてくわ。ちなみに自腹なんでね、普通に。うわ。きたー。こちらですね。iPhone 12 Pro 用の iPhone ケースです。いや、これめっちゃ可愛いでしょ。結構透明になってて。で、なんかね、ケースを買うときになんかこのカメラのこの部分がなんかくぼんでるやつを買った方がいいらしくて、これ、カメラが結構飛び出てるんですよ、横に。だからそれを保護できる用のケースをちょっと探して、買いました。落っことしたときにカメラがぶつかんないんで、その方が。そしてこれをつけていきたいと思います。入った。はい。ってことで来ました。こちらが僕の新しい携帯。iPhone 12 になってます。これ Face ID すごいんだよね。もう解除されましたからね、これで。うわー。で、そう、これなんだよね、そう。今こうなってる時に、ケースの厚みよりもカメラが下側に行ってるんで、これ落っことした時にカメラに傷がつかないっていう、あれですね。だからみんなももし、iPhone 12とかを買うって時に、まあ、そこのカメラが特殊なやつ、まあ、11と12、
だからそう、天もそうなのか分かんないんだけど、多分このくぼんでるね、ケースを買った方が絶対いいと思うので、皆さんおすすめです。で、とりあえず、これからね、この iPhone をね、まあ、でもこっちの iPhone まだ使えるんで、まあ、こっちはね、いろいろ、いろんなことに使っていこうかなと、思います。で、こっちはもう完全に自分が使う用の、プライベート用の携帯としてね、使っていきます。やっべえ、ガチやべえ。めちゃくちゃ、ここ最近で、めちゃくちゃテンション上がってる。視聴者からもらったプレゼントの、2番目ぐらいにテンション上がってます、ちなみに今。はい、ということでね、画面シールをこれから貼ってね、この携帯を使っていきたいと思います。以上、今回はね、iPhone 12 Pro を買って開けるっていうだけの動画でした。さらば。